우리동영상으로예배드리는분들과함께우리마태복음16장16절의말씀으로우리의신앙을확신하도록하겠습니다온라인을통해서함께礼拝を捧げている皆様마태복음16장16절의신앙의告白を共にします。주는그리스도시오주와이케르카미노미코그리스도입니다아멘, 아멘우리옆에분들을さて隣の方を祝福してください。하나님은당신에게그리스도를보내주셨습니다하나님은당신에게그리스도를보내주셨습니다하나님이여러분에게그리스도를보내주셨기때문에하나님이여러분에게그리스도를보내주셨기때문에오늘도저와여러분들은오늘도저와여러분들은오늘의예배속에서오늘의말씀속에서그리스도를발견하고깨닫고체험하고그리스도를발견하고그리스도를발견하고사토리아지와할것이되는것입니다그이유가뭐냐면요그이유가뭐냐면요저와여러분들의진짜나내속에있는속사람나는누구입니까아타시도미나사마노마코토노아타시우치나루아타시도와나리난데쇼까여러분들이무엇을들었느냐그들은게여러분들입니다미나산가나니오기이타노카소노기이타모노가聞いたこと聞いたのが皆さん本当の皆さんとなります。皆さんは神様のキリストに関する神の御言葉を聞いたならばキリストの人々です。神の人が聞く御言葉と神の人でない人が聞く神の御言葉は全く異なります。ですので神様は重要な人に重要な神の御言葉を与えられます。話すことより聞くことがもっと重要です。ですので私たちの始まりは話すことより聞くことから始まります。오늘말씀을통해서저와여러분들이진짜나를발견하고진짜나의속사람이발견되어지는시간이되시기바랍니다오늘의미코토바를통해마코토노아타시가발견され마코토노우치나루아타시가발견され사토레르고토사토레르요니내가이마스다니엘을중심으로말씀을나누는데요오늘은다니엘쇼에入り다니엘이중심となります。나의심판자입니다오늘의대목은하나님은와가심판자입니다神は我が審判者。これはダニエルの名前の意味でもあります。ダニエルは誰なんでしょうか。神は我が審判者という名前の意味を持っている人物です。世論的に死について伝えたいと思います。皆さんの中にこんな方がいると思います。なぜ毎回毎回死について語っているのか。続けて言うしかありません。なぜでしょうか。あまりにも重要だからです。ヘブル9章27節に人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。重要なことは人間には人間であるならば誰でもです。必ずこの地に生きている間その事実を知らなければなりません。そして信じなければなりません。そしてこの事実の御言葉に従わなければなりません。昨日のニュースのお話なんですけれども皆さんロシアの大統領プーチンを知っていると思います。ロシアの大統領のプーチン大統領25年間大統領を務めているんですけれども今戦争中です。そのプーチン大統領なんですけれども毎日のように鹿の血を持ってその鹿の血で入浴をしているということです。その理由は長生きをするためでした。死なないため。そして自分の周りの人々に永遠に死なない薬を開発しなさいと命令したそうです。
このプーチン大統領がヘブル9章27節の御言葉を1回だけでも読んだことがあるならば、その人の人生が未来が変わると思いますが、私と皆さんはよく聞いているこのヘブル9章27節の言葉を知らないため、してはいけないことを知っています。皆さん、死を理解してからその後の裁きについて理解することができます。私と皆さんがこの裁きについて信じられるならば、とても感謝なことです。ですので、私と皆さんはこの裁きがあるということを信じて生きていけばよいのです。聖書が聖書に記録されてありますので、聖書が明かしているので、私たちは信じればよいのです。しかし未信者の人々は審判、その裁きとは何か、もしこの裁きがないとしても、私と皆さんは損することがありません。皆さん、その裁きがあるため、私たちはこの地で生きていながら、ちょっとでも罪を犯すことが、犯す 数が減っているかもしれません。ですので、その裁きについて理解するためには、まず死について理解しなければなりません。皆さん、世の中で言っている死もあります。一人称の死、私の死、私の死、私個人は必ずいつか死にます。それを言って、世の中では私の死、一人称の死と言います。そして私と親しい周りの人々、あなたの死、二人称の死となります。そしてその次、私たちはよく知らない人々なんですけれども、親しくもないんですが、ある人々の死についてニュースでもよく聞くことがあります。それを言って、彼らの死、三人称の死と言います。もう一度言いますと、誰でも死ぬことは決まっているということです。世の中でも誰でも一回死ぬことは認めて生きています。この世の中での死とは結局は悲しいお話、また愛のお話としてしか存在しません。世の中のすべての人々は死の前で悲しみます。自分の死についても、私の親しい周りの人々の死の前でも、よく知らない人々であっても、そのニュースを聞いたその瞬間はちょっとだけでも悲しい気持ちになります。その死の基準を持って、愛の基準を持っています。皆さん、誰が私を愛してくれた人々なんでしょうか。私が死んだとき、私の死の前で悲しんでくれる人が私を愛している人です。その人々は私を愛する心があるために、私の死の前で悲しむことができます。死んだ後に、誰が私を愛してくれたのかを分かることができます。世の中で一生懸命生きましたが、その人が死んだ後、その人のために悲しむ人が誰もいないならば、その人を愛した人は誰もいないと世の中では言います。ですので、このように世の中での死を語るときには、
ただ悲しむこと、そしてまたその中で愛の話を探すことしか言えません。皆さん、私たちは誰でもこの地で命を持っていきます。その命が誠の命なのかどうか、その基準は何でしょうか。원죄를아느냐그원죄를해결하신그리스도를알고믿느냐가現在を知っているのか、その現在を解決したキリストを知っているのか、これが基準となります。원죄를알지못하고그리스도를모르는사람現在を知らないままキリストも知らない人、그걸해결하신그리스도를아는사람現在を知っていて、そしてそれを解決したキリストを知っている人、이땅에서만큼은똑같은この世の中では同じ余命わずかの命かもしれません。この世の中では余命わずかの、余命が決まっている命であるかもしれませんが、死の前ではただの命と誠の命として分けられます。ただ単に毎日一日一日生きて死ぬ人は、結局その終わりは何が待っているんでしょうか。悲しんで悲しんで永遠な悲しみの中に落ちます。誠の命の意味を知っている人は、肉体的に一時的にしばらくは悲しいかもしれません。しかしその誠の命の意味を知っているならば、永遠に感謝することができます。なぜ今日も私が序論でこの死について語っているんでしょうか。今日の主人公であるこのダニエルはどんな人であるのか。信仰の人なんですけれども、どんな信仰を持っている人物なんでしょうか。死を超越した信仰を持っている人物です。ダニエルを우리가세가지로만간략하게このダニエルについて3つに簡単に分けますと、1つ目、このダニエルは今日の本文一章8節に書かれているかのように心に定めた人物です。何を心に定めたんでしょうか。内容よりもっと重要なことがあります。生きるか死ぬかの前にその心に定めたということが重要です。このダニエルが心に定められたこと、それは生きるか死ぬかの問題でした。この地で生きるか死ぬかのその前で心に定められていたダニエルでした。世のダニエル1章1節と2節が重要です。1節なんですけれども、この1節にはユダ王ヨホワキムを攻撃한거예요。バビロンの王ネブガデネザルがユダの王を攻撃して、エルサレム城が完全に崩れることが書かれています。今現在の世の中を見てみても分かることができます。強い国が弱い国を攻撃して侵略します。しかしその2節には何と書かれているんでしょうか。主が、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたと書かれています。神様が許されたこととなりました。バビロンがユダを攻撃して侵略して崩れましたが、その中には神様の許しがあったということです。そして3節から5節まで見てみますと、このネブカデネザル王はユダを攻撃して自分のものにしたので、自分の計画を
成し遂げていこうと計画します。ユダがバビロンの捕虜の捕虜とされてしまった時なんですけれども、このネブカデネザル王はその国に対しての自分の計画を成していこうとしています。それがネブカデネザル王の計画であるならば、神様はそのネブカデネザルの計画よりもっと大きな計画を持っています。それは何でしょうか。ダニエルとそのダニエルの3人の友人を通してユダの民族を悟らせることです。それがダニエル書の核心の内容です。強国の王が自分の計画通りに弱い国を通して自分の計画を成し遂げようとしているかのように見えて、また弱い国は強い国に属国とされて捕虜となっているかのように見えますが、その中には神の計画があり、神が許されたことによって神の御心を成し遂げようとしていることになります。そこに用いられた人々がダニエルとその3人の友人です。ですので正確に言いますと、ダニエルが心に定められることができるように、神様がその神の御心をダニエルに悟らせました。ダニエルが心に定めたということは、偶像ではなく神様を選択したということです。ダニエルが그렇게선택할수있는뜻을정할수있는배경은바로하나님이먼저다니엘을선택하셨기때문이지요다니엘가そのような選択をすることができる背景は、神様がまずダニエルを選択してくれたからです。重要なことは何でしょうか。神様から選択された人は当然ながらも世の中の人々にも選択されます。ですのでこのダニエルは見た目としては捕虜としてバビロンに行かれたかもしれませんが、ヨセフがポティファルと監獄の長から選択されたかのように、ダニエルも監獄の長王に選択された人物です。結局このヨセフもパロ王に選択されて総理まで行くことができたかのように、神様に選択されたものは世の中でも選択されるしかありません。どれぐらいなんでしょうか。王が認めるくらいです。私は捕虜としてここに来たが、王の前に捕虜としては何の価値もないかもしれませんが、その王が選択しなければならないように、認めなければならないくらいに神様は用いられます。その中でもっと重要なことがあります。私が選択されて選択するということは簡単な、そう簡単なことではありません。神に選択され、またその周りの人々に選択された人の共通点があります。いつも寂しい生活を送りました。12人の偵察人たちがカナンの地を偵察するために行きました。全く同じものを見てきました。帰りましたが、10人は絶対私たちは勝つことができない、また2人は彼らは私たちのものになると言いました。
住人の話が合っているんでしょうか、二人の話が合っていることなんでしょうか。世の中的には考えますと住人の話が合っています。なぜでしょうか。世の中では多くの人々の意見を尊重します。それが世の中のルールです。しかし福音は、教会は民主主義ではありません。福音中心、信仰中心となります。2人のお話が合っていることになります。そのためにこの2人は住人の前で寂しくなるしかありません。いじめられるしかありません。これが現実です。しかし重要な結果は何でしょうか。その大変な寂しさの中の置かれていたその人たちのおかげで、ユダヤ人を超えて異邦人たちにまで神が神であることが知らされます。ですので心に定めたこのダニエルは、他の言葉で言いますと死を選択したダニエルとなります。その力はどこから生まれるんでしょうか。私を選択してくださった神様、その神様の神様に対しての信仰があったためです。2つ目は祈るダニエルです。このダニエルは信仰の前で心に定めた人物ですが、このダニエルはまたいつも祈りの中にいました。このダニエルは祈りが何か悟っていた人物です。ですのでダニエルの生活の中でその祈りが生活として現れていました。いつも常に祈りの中に留まっていたダニエル、そのためにいつも大胆でした。どんな状況の中でもダニエルは大胆な人でした。その大胆さはどこから出たんでしょうか。日常の信仰から生まれました。日常の信仰はダニエルの製品として備えられていました。そしてどんな状況の中でもこのダニエルは大胆に確実な言葉を持って宣布することができました。そしてこのダニエルはとても知恵のある人物でした。ダニエル2章を見てみますと、ネブカデネザルは夢を見ます。その夢はどんな夢なんでしょうか。神様が許された夢です。しかしそれは神様から許された夢であるということを知らないネブカデネザル王はその夢を解くことができません。それと同じようにバビロンに住んでいる呪法師、呪文師、呪術者の人々も解釈をすることができません。理由は何でしょうか。神様から与えられた、神様から許された夢だからです。誰が解釈することができるんでしょうか。ただダニエルにだけできません。なぜダニエルにできることなんでしょうか。その夢が神様から許されたものであるならば、その夢を解くこともダニエルの、神様の人であるダニエルからダニエルをもってしか解釈することができません。その夢は一つの大きな像が巨大で輝いた像が現れたんですけれども、その中に純金、そして銀、また青銅、
鉄、まあ、一部は粘土として現れましたが、一般的な人々には分かりません。全く解釈することができません。その内容をダニエルが解釈してあげました。その純金はバビロンであり、その銀はメディアとペルシア、セイドはギリシャ、それ鉄はローマ、世の、その足の一部、足の一部の鉄と一部の粘土は世の終わりの時代、終わりの時を言います。一番強いこの純金が頭として現れました。そして一番弱い粘土が一番下にあります。その무거운것이위에있고강한것이위에있으면무너질수밖에없는것이죠この構造を見てみますと、仕組みを見てみますと、一番重いのが頭となって、一番弱い部分が下になりますと、崩れるしかないものとなります。結局この全てのものがバベル塔であることを、ダニエルはその夢を解釈しました。王が捕虜に挨拶をしました。それが知恵です。その知恵は神様から与えられたものです。信仰の前で心に定められる信仰を持って、信じて祈るとき、その知恵を得ることができます。そしてダニエルは祈りました。その祈りはダニエルの친구들을용맹하게만들었어요。ダニエルをまたその友人たちを勇士のあるものとさせました。皆さんよく知っている内容なんですけれども、火の燃える牢の中に3人の友人が入られたこと、入れられたことをよく知っています。偶像の前に拝みなさいと言われたとき、ダニエルの3人の友人は死んでもそこに偶像の前に拝むことはできない。そのために火の燃える炉の中に投げられても構わないということです。내가빠지면하나님이나를구원하실거라는거예요더중요한것은그리아니하실지라도私が火の燃える牢の中に私たちが入られても、私たちの使える神はそこから救い出して出すことができると。しかしそう、もしそうでなくても構わないということです。それは誠の勇士です。その勇士はどこから、その勇気はどこから出てくるんでしょうか。信仰から出てきます。信仰から生まれるものなんですけれども、信仰あるものが勇気あること、勇気を持つことができます。このダニエルなんですけれども、ダニエルはダリオ王の治世の時、ダリオス王の治世の時、一時的な法律として王様以外に他のところに拝んではいけないという法律を立てました。王が変わってもダニエルの職分はそのままでした。ダニエルの務めはそのままでした。それを周りの人々が嫉妬していたので、法律を変えながらもこのダニエルを殺そうとしていたわけです。
그 조서 서류에 어인이 임금의 도장이 찍힌 줄 알면서도 このダニエルはそういう法律が変わっても王以外の他のところに祈ったり拝んだりすると死ぬことを知っているのにもかかわらず、このダニエルはその内容が文書として証明がされたことを知っていながらも自分の家に帰って、まあ、端っこに隠れて祈ったわけではありません。屋上の部屋の窓を開けてエルサレムに向かって三度ひざまずき神の前に祈りました。死も恐れていなかったダニエルです。このダニエルが勇気のある人です。3つ目、予言するダニエルです。このダニエルは神様から与えられた恵みがありました。終わりの時を知っていました。そして終わりの時を置いて予言した人物です。そのためにダニエル書を旧約の黙示録とも言います。終わりの時ということは、つまり終末が来るということです。この終わりの時、별같이빛나는사람이있다는거예요。그래서그마지막때까지소실이또에이엔노이미니말씀을하이르히토가이레바잘보관해라치료부가히토비토와오즈마노가가야키노요니가가야키오크노모노기토시타모노와요요가길이나크호시노요니나르토요겐시마시타그때지금이시대에일어날일을이야기한들그때사람들이알아듣지못하니까하미사마와다니엘이요아나타와오와리노토케마데고노고토바오히메테오키고노고노쇼오후지테오케오오크노무노와지식이지식이오마소토사그리마오로또기록されていますが앞으로사람의왕래가빨라지고지식이증가한다그랬죠なぜでしょうか。こんな内容を言ったって誰も悟ることができないからです。そのダニエルが予言した内容の中で全てが早くなる、そして知識が、知識を増そうとする、増そうと探り回ろうと書かれているんですけれども、今を見てみてください。皆さんどれぐらい本当に人々どれぐらいこの時代が早くなっているんでしょうか。知識はどれぐらい増してきたんでしょうか。知識が増してきた分、世の中のすべてが早くなっています。それをすでにダニエル書を通して神様は予言されていました。予言されたその言葉を聞いたダニエルはその内容をそのまま記録されました。そして最後に書かれています。누가이세상에서가장무서운자냐믿음으로기다릴줄아는자가가장무서운자입니다。神様はあなたは終わりまで歩み休みに入れと書かれています。待ちなさいということなんですけれども、どんな人が待つことができるんでしょうか。思慮深い人々が待つことができます。死のんで待ちなさい。なぜなんでしょうか。あなたは
時の終わりにあなたの割り立ての地に立つと記録されています。これはダニエルにも神様は予言しましたが、ダニエルだけではなく神様は最初からこれは語っていました。神様は神を悟り、神の形が回復された者には、つまりその神の形であるキリストを正しく悟り信じる者には最初から与えられた命令があります。梅を増えを地に満た、地を満たせ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと命令されました。結論です。最高、この地で最高の知識の、裁きは何でしょうか。フィリピを見てみますと、使徒パウロは言っています。キリストを知る知識が一番だと。そのパウロが今まで持っていた、知っていたすべての知識を知り悪だと思われました。キリストを悟ってみると、自分が持っていたすべての知識は知り悪だのようだと悟ったわけです。そのキリストを、そのキリストを通して知ることができるものがあるとすれば、それは裁きです。皆さん、世の中でも裁きがあります。私と皆さんはある面ではいつも裁きの、裁かれているかもしれません。これは良い悪い、よくやった、これはやっていけないとか、こういう裁きを受けながら生きているかもしれません。さっきのパウロの告白、主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさ、これが最高の知識であるということでした。死んだ後の裁き、この霊的裁きが待っているということです。この霊的裁き、霊的裁きは信仰の対する裁き、地のことではなく天のことです。裁きとは何でしょうか。終わったことです。どういうことなんでしょうか。終わったからまた新しく始められるということです。それを分けることになります。しかし良い分け方ではなく悪い分け方となります。サタンがこの地で何をやったんでしょうか。すべて分けました。神と人間との関係を分離させ、人間と物質関係も全て分離させる、分ける働きをしていました。全て分け、分離させることが好きであったそのサタン、それと分ける裁きとなります。神様の審判、神様の裁きはもともとはこのサタンを分けるためでした。神様が人間を裁いたわけではありません。最後の時にサタンを裁いたわけなんですけれども、この地にサタンを追い出したため、共に裁かれるしかありません。この地の誠の審判者は誰なんでしょうか。誰が裁かれる対象となり、何が裁く基準となり、どんな裁きの結果が待っているんでしょうか。
この地での審判と審判裁きとは、審判者はキリスト一人となるしかありません。私と皆さんはこの世の中の秩序を知らなければなりません。この世の中には変わらない秩序があります。その秩序は何でしょうか。罪、死、地獄です。世の中で、この世の中で罪を犯さない人はいません。死なない人もいません。そこから裁きが始まります。そして結局地獄に行くしかない。それが世の中の裁きです。世の中の人々はこの秩序を持って生きるしかありません。しかし私と皆さんには奇跡が起きました。その世の中の秩序の通りに生きていて裁かれるしかなかった私たちに、キリストの死と復活が福音となったとき、私たちはその世の中の秩序から離れ、福音の秩序の中に入ることができました。福音の秩序は何でしょうか。世の中の秩序とは反対です。世の中の秩序が罪、死、地獄であるならば、福音の秩序は義、命、天国です。これを区別することができるならば、これを区別することができるならば、マグトの裁きの意味を理解することができます。マクトの死を知らなければ、このマクトの裁きは死んだ後にある裁きがマクトの裁きとなります。皆さん、この地で一番素晴らしい知識、一番最高の知識がキリストです。その証拠はどこにあるんでしょうか。そのキリストを通して悟る罪がマクトの罪です。その罪の問題を解決するために来られたキリストを悟らないまま罪を悟ることはできません。そのキリストに出会えない人々が死の中に入ります。死をキリストを知らない、キリストが없는것이지옥이에요。キリストを悟らない、悟っていないまま、その死を理解することはできません。キリストを悟れない人に待っているのが地獄です。この地にキリストと共に生きる間は、ここが神の国となります。そして私たちが死んだ後にこのキリストとして天国に入ることができる資格を得ました。ですので、誠の審判者はキリスト、ただ一人しかいません。神を信じるということは何でしょうか。誠の信仰生活は何でしょうか。神様がなさったこと、その力を信じることになります。神の力、神の働きはクリストの中に全て神の働きを与えられました。ですので、私たちはそのキリストの奥義を毎日毎日発見していかなければなりません。発見してもっと深く悟り、そして悟られたことをもって味わい、味わうことができれば周りに伝えることもできるようになります。信仰生活とはキリストについていく生活です。キリストについていくことになります。キリストについていくために、そのキリストについて知らなければなりません。そのキリストを信じなければなりません。ですので、このキリスト教の中にはたくさんの水準があります。キリストを
ただキリストを知っている水準があ るならば、キリストを信じる水準、悟る水準、そして味わう水準、伝える水準、それらを置いて聖書は全く同じように私たちに信仰を与えられました。信仰が与えられましたが、信仰が少ないもの、信仰がないもの、そして信仰が大きいものがあると書かれています。ですので私と皆さんはこの裁きについて理解することができたならば、誠にその事実を信じることができるならば、それよりもっと大きな知識はありません。この裁きが最高の知識となるとき、私たちがこの福音の中で毎日毎日福音を味わいながら生きることができます。その福音の秩序の中にとどまっているならば、世の中の秩序の中で生きている人々が見えます。そのとき私たちはこの地で神の働きをする理由、事業を行う理由、また勉強しなければならない理由が出てきます。それらを悟った私たちに神の一番重要な働きを任されました。タイに住んでいる私と皆さんを通して、タイの77県の地方と、また周りの4カ国を生かすことです。今日の代表の伝道師さんの祈りのように、始まりと終わりが、最初と最後が同じ方がキリストです。私たちはどうすればそのような生き方をすることができるんでしょうか。絶対に私たち自らはできません。ですので私たちにはキリストだけが必要です。今週もそのキリストの中でダニエルを黙想しながら、考えながら、ダニエルが受けた祝福よりももっと大きな祝福を味わいながら、神様に栄光を捧げながら、福音の秩序の中で勝利する私たちとなるように、イエス・キリストの御名によって祝福します。神様感謝いたします。ダニエルを通して神様の一番の知識であるキリストイエスを悟ることができるようにさせてくださり、そのキリストだけがなさることができる裁きを悟らせてくださったことに感謝いたします。信じる者として、悟った者としての一週間、勝利した生活を生き送ることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。